どうも、おっと、ガジェット太郎、DJ 太郎です。はい、この YouTube はですね、雑誌「ベストギア」の、新連載になっております。私、DJ 太郎ですね、音を楽しむで、おっと、ガジェット太郎というね、新しいコーナーのですね、雑誌と連動してる YouTube のコンテンツです。はい、紙面をご覧になった方はですね、僕はこれからいろいろと毎月ご紹介していきます。いろいろと音で遊べる、いわゆるサウンドガジェット、これをですね、紙面の中だけだと全部をね紹介するの難しいんで、やっぱ音だから実際に音を聞いてもらって、実際に音を鳴らしてみて、本当にそれで音楽はできるの？というのをですね、一つ、この動画コンテンツを見て、あ、本当にできんだなっていうことを皆さんには感じていただきたいなというふうに思っております。で、今や音楽っていうのはですね、特別なものではなくて、誰でも手軽にできるものだと思うんですね。はい、でいろんなですね、簡単にそれが実現できる、アプリだったりとか、ギアですね、ガジェットをご紹介していこうと。さあ、そして第1弾の今回ご紹介するのはこちらです。アイカオシレーター。このアイカオシレーターというのはですね、キーボードとかいろいろな楽器、あと DJ 周りのギアを作っているコルグというですね、メーカーが、作っている、指一本でなぞって、演奏ができる、手のひらシンセサイザー。もともとアプリじゃなくて、もともとガジェットとしてあったんですけど、今ですね、iPhone だったりとか、今日は iPad を使います。iPad の方がですね、このタッチする部分が大きいので、より一層使いやすいと、ね。で、指一本でどうやって本当に演奏をしていくんでしょうか。このアイカオシレーターにはですね、もともと、プリセットでいろんな曲のパターンが入ってるんですね。なので、まずパート1、いろんな音を聞いてみましょうと。このコルグって書いてあるのの右側を押すとですね、いろんなパターンがあります。通し番号で0から50までね、今あるんですけど、順番にやってみましょうか。1番、再生ボタンを押します。はい、いい感じじゃないですかね。これ演奏しながら他の曲を選ぶと変わっていくわけですよ。こうやってそもそも、いろんな曲のパターンが入ってます。で、これどういうふうに演奏されてるかっていうと、ここに5つの丸があって、5つの音を重ねて曲を作っていくっていうスタイルなんですね。で、この5つの音っていうのはですね、ドラムだったりとか、ベースだったりとか、ピアノの音だったりとか、もっとキーボードの音だったりとか、効果音だったりとか、とにかく5種類、いろんなのを選べるんですね。で、0から自分で選べっていうと難しいので、最初はこの入ってる、プリセットのパターンから選ぶのが一番いいんじゃないかなと思うんですね。そうすると、もう音のパターンっていうのが選ばれてるので。なので、僕はどれを選びましょうかね。この中に入ってるニューディスコっていうのがあるんですね。ニューディスコっていうのを選んでみたいと思います。こういうやつです。はい、わかりました。で、これが5つどんな音になってんのかって言いますと、赤いのはドラムの音なんですね。これを上にするとソロになるので、一個一個聞いてみましょう。なるほど、ドラムの音で、次の隣にやると、次のピンクのやつがソロになります。なんかこういうシンセサイザーの音、隣の音、ちょっとフィルター系の、うわうわうわ、こういうのフィルター系のね、音って言うんですけど、青いのベース、了解、渋いですね。で、黄色が、黄色はちょっとピポパポ、ピポパポしてる。はい、止めてみましょう。で、この選択したパートを押してなぞると音がするんですね。はい。で、これ一番いいのは、楽器の演奏したことない人でも、譜面とかが読めない人でも関係なくて、勝手にもうスケールって言って、その演奏するためのそのコードのパターンっていうのを指定したりとか、プリセットで選ぶとも勝手に決まってるんですね。なので、どこで押しても、音楽的にちゃんと辻褄が合うようになってる。どの楽器の、音をどのタイミングで鳴らしても辻褄が合うようになってる。ただ、それがかっこよくなってるかなってないかっていうのは
一つポイントなんで、そこは自分で頑張ってみましょうよと。なるほどね。どうしましょうかね。この中からですね、ポイント2としては、全部0から作るのはちょっと難しいと思ったらですね、どれか1個の音だけ自分で頑張ってやってみましょう。今全部鳴らすと、下にするとね、各パートのオンオフなんで、これで全部鳴りました。じゃあこの一番メインのこのシンセの音、この音ちょっと自分で入れてみましょうか。はい、このパターンをですね、消すことができます。今のピンクが良ければピンクを選んで、このコルグっていう書いてる文字の左側にあるクリアカレントパート、こうすると今ピンクの音消えてます。なのでピンクだけ選んでると落としません。ピンク以外になってます。どんな感じがいいですかね。なるほど。で、入れる曲の長さもね、自分で決めることができるんですけど、1小節とか2小節って分かりますか。 1,2,3,4 で1小節で、最高で4小節までいけるんですけど、あんま長くなると難しいんで2小節分にしましょう。この32の16って、これでちょうど、2小節の長さです。で、実際に録音するときにはこの赤い録音ボタンを押して、指が触れるとスタートします。もしくは再生してる時に録音ボタンを押して、自分のいいパターンのタイミングに来たら、押すか。じゃあ入れてみたいと思います。いきます。せーの。はい、で録音してる間だと押すと常に新しいのと上書きになるんで、どんどんパターンを変えていくこともできます。はい、いい感じじゃないですか。今やったやつ1個だけで聞いてみましょう。ほうほうほう。でこれね、いいのはクオンタイズって言って、ちょっと押すタイミングがずれても勝手にいい感じに合わせてくれるんですね。だからちょっとずれたりとか変になってた方がかえって面白いフレーズ、自分が想像してたのと違うのになる場合があって、いずれにしても頑張ると結構かっこよくなります。はい、さあじゃあなんか一個入れ方が分かったら、今度は頑張って全部消してやってみましょう。今選んだ音がもう入ってます。全部消すときはクリアオールっていうのをやると全部消えます。もう音何も入ってません。で、音を作るときにはですね、なるべくリズムからやった方がいいんですね。リズムから、あと低い音からやった方がいいです。だからリズムやって、ベースやって、なんかいろいろ上に重ねていきましょうね。で、ポイント4も言っちゃうと、これ選んだやつね、音色をいろいろ変えられます。今例えばこの黄色いのはこんな音なんですけど、 L の03っていうのが選ばれてるんですね。ここを押すとですね、いろんな音のパ、これねすごいんですよ。150種類ぐらい入ってて、全部分かりやすく色分けされてるんですよね。赤がドラムです、太鼓の音で、グリーンが効果音で、ピンクのやつがちょっとこう和音コードで弾いたやつ、青いのがベース、オレンジがアコースティックで、黄色いのが今のリードっていう、ちょっとこうとんがったエッジのある音なんですね。これ横にフリックしても音変わります。これにしようか。この感じにしましょう。はい、あとは鳴ってる今の選んだ音で、ちょっとパターンを変えてみたいと思う。じゃあドラムからいく。じゃあ曲の長さをまず2小節分にしていきますよ。これね、押す位置によってフレーズが変わるんですよ。太鼓とかも一回聞いて、右に行くと複雑になります。上の下にやるとまた変わります。左に行くとちょっと単調になります。では行きましょうか。せーの。はい、こんな感じで、じゃあ今度はベースを入れてみましょうか。いきます。
んな感じにしようかな。もう入りました。じゃあこんな感じでどんどん重ねていきます。最後気に入らなかったらまた変えることもできます。こういうふうに重ねていけると、今入れたやつを順番に選んだ音を演奏しながら変えることもできます。こういう感じの方がいいかもしれない。はい、でこれ自分で作ったやつをですね、録音したり、することもできます。で、それをですねネットにアップして人に聞いてもらったりとか、そういうこともできるんですね。で最後にポイント5としてはですね、これずっと押したままでなぞるといろんな音がずっと鳴りっぱなしだとね、やっぱりねうるさくなっちゃうんですよ。なのであのこういった音でも、例えば叩いたりこすったりなぞったり、なぞるだけじゃなくて、ちょっと叩いてみたりこすってみたりすると、より一層ちょっとこうあまり音が重ならないように要所要所でポイントポイントで触ってった方が音がまとまると。まあどういう風にやっても音楽的にはあのおかしくはならないんですけど、それがちょっとかっこいいかなって、好きなフレーズが出てくるかなっていうのはゲームやってる感覚と一緒で、失敗したところからなんか、いい音が生まれてきたりとか、そういう、楽しみもあります。サプライズもあります。で、他に iPhone とか持ってる人と一緒に同時演奏ができたりとか、これだと、楽器できない皆さんにも、僕も楽器できないんですけど、ちょっと音楽を楽しんでいただけるかなということで、ぜひよかったら試してみてください。アイカオシレーターはですね、App Store にあります。コルグのアイカオシレーターでチェックしてみてください。ということで、DJ 太郎の音ガジェット太郎ね、また次回ですね、サウンドガジェット面白いの紹介したいと思います。それではバイバイ。